丸みのあるとこね。いきなりで食べれちゃった、うん、これはこれであれだな。こうか、こういうことか。どうすか。あ、全然ですね。あ、変わらないんだ。検証結果は変わらないんだのかな。あの、はい、多分もっと強い圧で来ないと、うん、全然っていう感じですね。あ、そうなんですね。指で押すのよりむしろ弱いぐらいの、ね、かもしれないです。あ、はい、そっかそっか。あれ、とんがってるのはどうですか。とんがってるので行ってみていいですか。はい、大丈夫です。じゃあとんがってる方で、まあこれも私もあんまやることじゃないから、はい、私も慣れてないのもありますけど、怖いけど。どうですか。いや、全く。あ、全くなんだ。指の方がちゃんと押せてます。あ、じゃあ握り込みが弱くなっちゃうんだな。滑っちゃいますよね、うん、ちょっとツルツルしてるし。あ、でもここって狙った場所に押せば違うかも。指より硬いから。どこ狙えばいいんだろう。まず、押し込まないと分かんないから。まずそこが、それもね。その辺で全然大丈夫です。はい。はい、うん、感覚分かんないな、これだと。そうなんですよね、はい。やっぱそんな簡単なもんじゃないってことですね。どうですか。やっぱり指の方が強いですね。ああ、そうなんだ。ポイントでいけるかな。やっぱ指の方が自分でか分かりながら調節できますからね。これだとなんかもうなんか全然っていう感じですね。はあ。じゃあ田野さん、きっとアイスピックでも多分痛いだけですね。小さいわ。多分正確な圧じゃないと効かないから。そうそうそう。でやっぱり皮膚はめっちゃ痛いです。そうですよね。皮膚が痛いっていうね。皮膚が痛いですね。確かに。そうですね。田野さんも別に皮膚がおかしいわけじゃないから、皮膚の感覚はね普通にありますもんね。はい、はい、やっぱり強めがいいっていうと、うん、結構肘でグリグリされたりして、あ、あるある。あの、皮膚が痛いんですよ。そうですね。肘も強いけど、肘だと多分決められない場所と、そうなんですね、うん、あと本当に面積狭くして押さないと効かないから、うん、はい、本当に肘でやる分にはもう何百キロとかいう圧で押してもらわないと多分体が潰れちゃう。そしたらこんなもんですかね。難しい。また丹野さんに来てもらいましょう。ありがとうございました。はい。